今日の県内は厳しい暑さになりました。静岡市では午後2時過ぎに 35.8 度を観測し、今年初めての猛暑日となりました。今日の県内は朝から気温が上がり、気象台によりますと午後3時時点の最高気温は静岡市駿河区で全国で一番となる 35.8 度を観測し、今年初めての猛暑日となりました。また浜松市で 33.1 度、三島市で32度と、県内19の観測地点のうち14地点で30度を超え、11地点で今年最高気温を更新する暑い一日となりました。こうした中、静岡市駿河区の広野海岸公園では、強い日差しが照りつける中、こちらの公園では涼を求めて池で涼む親子連れの姿が見られます。そう、遊具が暑くてできないんで、子供が、気象台はこの後も熱中症に注意し、こまめに水分補給をするよう呼びかけています。